そんなに顔疲れてる？なんかそう言われるとすごい気になっちゃう。老けたって言われるみたいでやだわ。もうあ、やだ。いらっしゃい、お客さんいらしてたのね。どうぞ座って。あら、なんだかお坊さんみたいな格好してるけど、あ、本当に住職さんなの？まあ、あのね、私なんかさっきから別のお客さんにすごい疲れてる顔してるって言われるんだけど、なんかついてない？あ、ついてない、寝不足なのね。あ、そう、じゃあいいわいいわ、うん、今日何飲みます？うん、ウイスキーのロックね。オッケー。そっか。住職は今日どこからいらしたの？あ、京都から来たのね。まあ遠くからいらしてね、お仕事で。あ、そうなのね。まあ京都はいいところよね。私あの食べ物で言ったらね、八つ橋とか抹茶パフェ大好きなのよ。あとあの金閣寺、金っていいわよね、かっこいいわよ。あと京都弁で言ったら私ね、はんなり京都弁が大好きなのよね。あのスリーピースロックバンドのさ、京都出身の10フィートっているじゃない、一番好きなのよ。めちゃめちゃかっこいいのよ。もう京都弁がね、それから大好きで羨ましいわ。なんだかあなたと話したら京都行きたくなっちゃったもん。はい、ウイスキーのロックどうぞ。そう、京都って言ったらさ、湯葉が有名よね。それが栃木県にも日光ってあるじゃない。今日私日光にちょうどお出かけしてたんだけど、日光も京都に負けないぐらい湯葉が美味しいのよ。今日買ってきたんだけど食べない？あ、食べてみる？じゃあ出してあげるわ。いやちょっとね、京都はね本当に何においても品がある感じが素敵だけどね、そこは世界遺産の日光負けてないのよ。はい、じゃあこれが湯葉よ。じゃーん。日光の湯葉は湯葉を引き上げた後に二重に折り上げるのよね。京都の湯葉ってお湯の湯に葉っぱの葉って書くじゃない？それって湯葉が1枚のみなんだけど、日光の湯葉はお湯の湯に波って書くんだけど、その意味っていうのがね、ふっくらと贅沢な厚みがあって表面が美しく波打ってるので湯葉っていう風に書くのよね。厚みが違くってのなんていうかね、こう食べた時の食べ応えもしっかりとあってすっごくおすすめなの。まあいろんな食べ方があるけど、私湯葉刺しだったらね、オリーブオイルと塩で食べるのもおすすめよ。栃木にも美味しいものたっくさんあるから、たっぷり楽しんでってね。あ、最後に本当に何もついてない？あ、本当？じゃあまた来てね。バイバイ。